PS4 を初期化すると全てのユーザーと全ての PS4 から着手されます。じゃあ今ので1年間改めてありがとう。チャンネル登録、クリエイターサポートをお願いします。はい、マーベリックです。今日はですね、僕はあの PC の方にゲーム環境を移行したので、古くなったこの PS4 Pro をどうしようかなということで、今日は中古で売りに出してしまおうかなと思います。もともとこれ中古で買ったやつなんですけれども、去年の8月ぐらいに買ったのかな。それからまあ1年近く使ってたんですけれども、まあ、今回 PC 環境に移行したってことで、フリマサイトとかで売りに出しちゃおうかなと思います。でとりあえずもう外観自体は綺麗にしたので、中を初期化して梱包してフリマサイトに出品しちゃおうと思います。はい、じゃあまず最初に PS4 の初期化をしていこうかなと思います。ほとんどこれ買って1年も経ってないのかな。去年の8月ぐらいに買ったやつだから、1年も実は言うとまだ遊んでないんだけれども、ほとんどフォートナイトしかやってないのかな。フォートナイトぐらいしか実は言うとやってなくて、まあ非常にもったいない使い方をしてたっていうこともあるんだけれども、この PS4 に YouTube の配信機能が元からついてるっていうのがあって、まあそのおかげで、まあ、PS4 を久々に YouTube をやったりとかしてたんですけれども、まあ一回これを初期化して PC の方に完全に移っていこうかと思います。で初期化は上のこれかな、設定、上のメニューの設定の中の一番下の初期化がで PS4 を初期化するかな。でクイックとフルがあるんだけれども、クイックは、ファイルを見えなくするだけらしくて、人に渡す場合はフルっていう方で完全に削除する、だからいらない、データとか自分の個人情報を上書きして消してくれるっていうことなので、他人に PS4 が本体を譲渡する場合はこちらを選びましょうということなので、まあ、今回はこのフル初期化という形で進めていきたいと思います。ちょっと時間かかるらしいですけどね。はい、全てのユーザーと全てのデータを削除します。この PS4 をいつも使う PS4 として登録しているユーザーがいる場合、この PS4 は登録解除されます。じゃあさようなら、今までどうも1年間ありがとう。まだかな。 PS4 を初期化する、 PS4 を初期化すると全てのユーザーと全ての PS4 から着手されます。この操作には数時間かかります。本当によろしいですか。あ、これからってことね。はいを選ぶと PS4 は自動的に再起動して初期化を始めます。はい、じゃあ今まで1年間改めてありがとう。これからは PC で頑張ります。あ、残り時間27分、結構早いね。数時間とか言ってたけど、やっぱ SSD だと初期化も早かったりするのかな。とりあえず SSD に書いてあるので、まあ、その分高く売れるといいな。ちなみにですけれども、まあ一緒にこの使ってたコントローラーと、冷却用の台ですかね、これ冷却スタンドっていうやつかな、まあ、コントローラーの充電もできるので、まあ、これも一緒にセットで出品しちゃおうかなと思います。まあ、とりあえず売れてくれるといいかな。なんかとりあえずこれで梱包は完了かな。あのプチプチ、最近 PC 買ったりとかしたので、その時についてたプチプチが結構あったので、それでくるくる巻きにしちゃいました。これで箱に入れて送っちゃおうかな。じゃあこんな感じかな。Amazon で買った商品とかになんかエアバッグ的ないものが余ってたので、それ詰めたのと、プチプチでくるんだやつを入れました。あとコントローラーが入らなかったんで、別にちっちゃい段ボール余ってたんで、これで入れました。あと冷却台を、あと大きい段ボールを見つけてきて、これを入れて、あと冷却台、新聞紙かなんかにくるんで発送しようかなと思います。ちなみに箱の方はこっちなんだけども、箱の方はね、実は言うと中古で買ったやつなんで、もうボコボコなんだけど、ただ箱結構でかいので、これに直接伝票貼るわけにもいかないし、あと冷却台くんなんか入らないし、なんか大きい段ボールをちょっと探してきて、これに入れないといけないのかな、多分。ちなみになんだけど、 PS5 の箱になったら PS4 入りそうなんだけど、これ PS5 の箱に入れて送ってきたらちょっとビビるよね。あの冷却台が入りそうにないから、やっぱり箱どっか探しに行かないとこれダメだよね、きっと。はい、フリマサイトの方も登録完了しました。今回はメルカリとペイペイフリマっていう2つの方に登録しました。画像もしっかり載せて、説明文も細かく書いたの で今回値段は3万円からスタートしようかなと思います。掲載してちょっとだったんですけれども、来ましたね。2万8000円でお願いできませんか。メルカリの方にですね、値段交渉のコメントが来ました。まあ、底値ではあると思うんですけれども、まあ売れるうちに売っちゃいたいなっていう気もあるので、今回はこの値段で売っちゃおうかと思います。はい、ちょうど手頃な段ボールがあったので、これに入れて、
コンビニに持ち込んでもいいんですけれども、今日は、コンビニまで持っていくの大変なので30円払ったら集荷してくれるということなので、山本さんの集荷をお願いしました。はい、買ってくれた方から OK が来て、最終的にお金の振り込みが来ました。商品代金自体は入ってきたんですけど、そういえばこう手数料ってかかるんですよね。手数料1割2万8000円だから手数料で2万2800円で結構でかいですよ。3000円近く取られるんだな、改めて思いましたね。あと配送料こっちで、僕の方で払ったんで1130円払うんで、結構あれですよね、4000円ぐらい引かれちゃうんだなっていうのをちょっと改めて結構でかいなって感じましたね。はい、とりあえず、まあ売れたのは良かったんですけれども、まあ新たにこちらで資金ができたので、また何かパーツを買ったりとか何かしていきたいなと思います。以上、マーベリックでした。